はい、二次元談話です。快活クラブ、ちょっとね数時間いててだいぶ疲れてるんですけれども、今回の作品こちら、女の園の星ですね。これね漫画大賞7位の作品やったかな。まだね1巻しか出てないんでね、とっつきやすいかなと思うんですけれどもね、これねなかなか面白いんですよ。ちょっとね、休憩でいつものしっとり系キラムレーゾンを食べております。なんかね快活クラブ行く前にローソンストアでこれを買って食べるみたいなね、流れができておりますけれども、はい。で、内容ですけれどもね、舞台はね女子校になります。国語の教師ですねこれ、星先生と、生徒たちのお話になります。コメディなんでね、別に大きなストーリーがあるってわけじゃなくて、すごいね細切れに、もう日常の、ね、断片がこう詰め込まれてるようなお話なのですごくね読みやすいですね。でまあ、星先生ね結構分かりやすい性格なんですよ。なんかまあ変な人っちゃ変な人なんですけども、裏表がなさそうな感じでね。でまあ読んでてその深入りするというか、その深読みしなくていいというかね、っていう感じで、まあ、さらっとね表面、まあ、なんか伏線がどうこうとかね考えなくてもさらっとね読んでいけばいいかなという意味ではすごくねサザエさんばりにあっさり読めてしまうお話かなと思いますね。で、あ、そうね、こうサザエさんといえばね中にもねサザエさんのネタが出てくるんですよ。職員室でね星先生の隣に座っている小林先生っていうね、同い年ぐらいの男の先生いてるんですけれどもね、その先生が毎週サザエさんをね録画してるみたいなんですね。でそれはその録画したやつを次の土曜日に見ると。で結局それは何でかっていうと、まあそのサザエさん症候群なんていうのがありましたよね。サザエさん見終わるとどうしてもね次の日仕事やみたいなね、そういう感覚で気持ちが沈んでしまうみたいなものですけれども、まあ、それをその録画して次のね土曜日に見ることで、まあ、明日もね休みだと自分自身にこうサプライズを仕掛けると、まあ、そんなねくだらない話がねちょろっと出てくるんですけれども、なんかね無駄に笑ってしまう部分でしたね。はい、これねまあ何か所かツボがあってね結構ハマったんですけれども、生徒のね書いた漫画が個人的にはめちゃくちゃ面白くてですね、登場人物がねすぐ死んでしまうみたいなね、そういうむちゃくちゃな展開でね、もうこれね結構笑いっぱなしで読んでました。これね漫画喫茶なんで声上げて笑えないんでね、だいぶちょっとね抑え気味の笑い方になってますけれどもね。はい、まあそんな感じでまだね1巻しかないんで、はい、まあそんなに、ね多くレビューできる部分ないんですけれども、まあ、まだの方はね今のうちに読み始めてみてはいかがかなと思います。ちなみに2巻は、2021年の5月8日発売のようですね。これもね出たらぜひ読もうかと思います。はい、それでは